スコットランド法は、スコットランドの法体系である。大陸法と英米法の要素が混合した混合的法体系であるとされており、その起源をたどると、数多くの異なる歴史的起源に行き着く。イングランド法及び北アイルランド法と共に、連合王国の三つの法体系のうちの一つである。スコットランド法は、一定の要素を他の二つの法体系と共有するが、 他方で独自の起源と制度も有している。11世紀より前の初期のスコットランド法を構成していたのは当時この国に居住していた様々な文化的グループの異なる法的伝統の混合であった。すなわちピクト人、ゲール人、ブリトン人、アングロサクソン人及びノース人である。11世紀以降の封建制の導入とスコットランド王国の拡大が スコットランド法の現代的な起源を成したが、これは徐々に他の法的伝統の影響を受けた。スコットランド法へのローマ法の間接的な影響はあったものの、ローマ法の直接的な影響は15世紀頃まではごくわずかであった。その後、ローマ法はしばしば法廷の弁論において、紛争を解決するための現地スコットランドのルールが欠けている場合に、 適応させた形で採用されるようになった。ローマ法はこうして部分的にスコットランド法に受容された。スコットランド法は4つの方言を認めている。すなわち、制定法、判例、特定の学術書及び慣習である。スコットランドに影響する制定法は、スコットランド議会、連合王国議会、欧州議会及び欧州連合理事会によって議決される。 1707年により前のスコットランド議会において制定された制定法の一部は今もなお有効である。1707年イングランドとの連合法以降、スコットランドはイングランド及びウェールズと立法府を共通としていた。スコットランドは教会以南とは依然として基本的に異なる法体系であったが、この連合により、 イングランドの影響がスコットランド法に及ぶようになった。近年においてはスコットランド法に影響を及ぼしてきたものとして EU 法、欧州人権条約の要請及びスコットランド議会がある。スコットランド議会はウェストミンスターの議会に留保されていないあらゆる分野について制定法を議決することができ、その詳細は1998年。 スコットランド法において規定されている、連合王国という国は、3つの法域から構成されている。すなわち、イングランドおよびウェールズ、スコットランド並びに、北アイルランドである。スコットランド法、イングランド法および北アイルランド法の間で大きく違うのは、例えば財産法、刑法、信託法、相続法、証拠法および、親族法であるが、 他方で大きく類似しているのは国益に関する分野で、例えば、障子法、消費者の権利、租税労働法及び衛生安全規制がある。これらの法域間のより重要な実務的な違いを挙げると、行為能力が与えられる年齢。スコットランドにおける刑事トライアルは15名の、売信員を要し、常に単純多数決により決成られること、被告人は、 刑事トライアルにおいて裁判官か売信かを選ぶ権利を有せず刑事トライアルにおける裁判官及び売信員は証明されずという第三の評決を下すことができることそして公平法がスコットランド法の一部門としては存在しないことがあるスコットランド法の初期の始まりをたどるとスコットランドの初期の処分化から連合王国の三つの法域のうちの一つとしての 現代的役割に至るまでの数多くの異なる文化制度に行き着く。スコットランド法の様々な歴史的起源には、慣習、法建法、カノン法、ローマ法及びイングランド法があり、これらが混合的な法体系を作り上げた。11世紀より前のスコットランド法の本質は大いに推測をはらむものであるが、おそらくは当時この地に居住していた異なる 諸文化を代表する異なる法的諸伝統の混合であった。例えば、ケルト人、ウェールズ人、アイルランド人、ノース人及びアングロサクソン人の慣習である。17世紀になっても、ハイランド及び当初部の婚姻法は、ケルト人の慣習をなお反映したもので、カトリックの宗教原則に違反したものであったことを示す証拠もある。 スコットランド王国の成立及び同王国による周辺諸文化の征服により完成。によって現代のスコットランド本土の教会がおおよそ形成された。アウター・ヘブリティーズが1263年のラーグズの戦いが1469年に取得され、スコットランドの教の法域が完成した。11世紀以降、封建制が徐々にスコットランドに導入され、 封建的土地保有が南部及び東部の大部分に対して形成され、やがて北方にも広がった。封建制がスコットランドにおいて発展し始めるにつれ、初期の裁判所制度が発展し始めた。州裁判所の初期の形態などである、ロバート・ブルースの下で、スコットランド議会の重要性が増し、彼は議会をより頻繁に召集するようになり、また、議会の構成も、 自由都市やより小規模な土地所有者の代表者をも含むようになった。1339年には一般評議会が王は彼の臣民が法による奉仕を受けるため、翌3年間において少なくとも年に一度議会を開催せねばならない旨を定めた。1318年にはスクーにおいて議会は古い観光を参考に法典を制定したが、そのほとんどは 当時の事案により占められており、軍事的事項と戦争の遂行に集中していた。14世紀以降は、現存する初期のスコットランドの法律文献の例を見ることができ、例えば、レイジム・マジェステイトムや、コニアム・アッタチアメンタ裁判所の手続きについてがある。これらの重要なテキストの両方が、その手本としたローマ法というスコムーネから挿入され、または発展させられた兆候を有しており、 これらの二つの起源がスコットランド法に及ぼした影響を実証している。ジェームズ一世王の治世からジェームズ五世王までの間、放送の発端が発展し始め、民刑時の司法行政は中央集権化された。この期間、スコットランド議会は通常年次ベースで召集され、その議員はさらに定義された。現在の民事上級裁判所の進展は、その歴史をたどると、 15世紀から16世紀初期にかけて司法行政のみを取り扱う王会から進展した王の特別な顧問団が設置されたことに行き着く。1528年にはこの期間に選任されなかった王会議員はその傍聴席から排除されることとなり、さらにこの期間こそが4年後の1532年に最高法院となったのである。1707年連合法により、 スコットランド王国とイングランド王国が統合されてグレート・ブリテンが形成された。同法第19条により最高法院民事上級裁判所及び刑事上級裁判所がスコットランドにおいて引き続き権限を有することが確認された。しかしながら第3条によりスコットランド議会はイングランド議会に統合されてグレート・ブリテン議会を形成することとなり これは、ロンドンのウェストミンスター宮殿に置かれた。グレート・ブリテン議会は、現在では、公権、政策及び民政に関する法改正については、制限を受けないが、試験に関しては、対象事項が、スコットランドうちにおいて明らかに有用となる、改正のほかは認められない。スコットランド啓蒙運動の中で、大学が法規を教授し、スコットランド法は、再活性化された。 ロンドンへの立法権の移転及び貴族院への上訴制度の導入により、イングランドによるさらなる影響がもたらされた。議会制定法によって、イングランドとスコットランドの双方に適用される、統一された制定法が作られるようになり、特に実利的な理由から適合性が必要と見られる、場合が特にそうであったなど、イングランドの裁判官によって上訴に対する判決がなされることで、 生きがいの制度に対する上訴について不安が持たれたため、19世紀後期には、スコットランド上任上訴貴族の選任が認められた。同時に、一連の事件によって、刑事上級裁判所から貴族員への上訴はなされない、ことが明らかになった。今日においては、連合王国最高裁判所は、通常、少なくとも2名のスコットランドの裁判官を要し、スコットランドからの上訴について、 スコットランドでの経験を生かすことを確保している。スコットランド法は20世紀においても変化し発展し続けてきており、最も重要な変化は権限以上とスコットランド議会の設置によるものである。初期のスコットランド法を編集したレイジム・マジェステイトムはグランビルによるイングランド法の論文に重く基礎を置いていたが、さらに大陸法や封建法、カノン法、 監修法及び現地スコットランドの制定法の要素をも、ローマ法によるスコットランド法に対する一定の間接的な影響はあり、これは、教会裁判所で用いられた大陸法及びカノン法を通じたものであったが、15世紀半ば頃までは、ローマ法の直接的な影響はごくわずかであった。その後、ローマ法はしばしば法廷の弁論において、 紛争を解決するための現地スコットランドのルールが欠けている場合に適応させた形で採用されるようになった。ローマ法はこうして部分的にスコットランド法に授容された。1707年連合法以降、スコットランドは連合王国の他の地域と立法府を共通とするようになった。スコットランドはイングランド及びウェールズとは基本的に異なる法体系を維持したが、 この連合により、イングランドの影響が、スコットランド法に及ぶようになった。近年においては、スコットランド法に影響を及ぼしてきたものとして、EU 法、欧州人権条約の要請、及び、スコットランド議会の設置がある。スコットランド議会は、その立法権限が及ぶ分野について、制定法を議決することができ、その詳細は1998年。 スコットランド法において規定されている。連合王国議会は、スコットランドのために、あらゆる事項について、制定法を議決することができるが、スール管例により、異常事項については、スコットランド議会の同意なく、これを行うことはない。1998年人権法、1998年スコットランド法及び1972年欧州、共同体法は、 スコットランド法において特別の地位を有する。現代の制定法はそれがスコットランドに適用がある旨を明示し、その法体系の独特の要素を考慮した特別な文言を規定することがある。制定法は法律となる前に女王による採下を受けねばならないが、これは現在では形式的な手続きで自動的になされる。 連合王国議会による立法は裁判所による審査には複さない。議会が最高の法的権限を有するためである。しかしながら、実務上、議会は1998年人権法、または EU 法に反する立法は、技術的には可能ではあるものの、行おうとはしない。議会が主権を放棄した程度については、連合王国と欧州連合の関係がどう、あるべきかに、 一般的に関連する議論における一つの論点である。連合王国議会の法律は、さらに、通常、大臣や、その他の機関に対して、スタチアトリ・インストルメントと呼ばれる制定法を定める、権限を委任することがある。この制定法は、そのように意図されている限り、スコットランドにおいても法的効力を有する。スコットランド議会は、異常を受けた一員制の立法府であり、 その立法権限に属する事項について、スコットランドのみに影響する制定法を議決する、権能を有する。スコットランド議会により議決された制定法もまた、1998年人権法及び EU 法を遵守せねばならず、そうでない場合には、民事上級裁判所、または刑事上級裁判所は、権限輸越を理由として、当該制定法を無効とする権限を有する。 そのような根拠に基づいて、スコットランド議会の制定法の効力が争われた顕著な事例はいくつも存在しており、例えば2002年野生哺乳類保護法について、利益団体が狐狩りの禁止は人権侵害であると主張したが、これは認められなかった。スコットランド議会の議決する制定法も、また国王の裁下を要するが、これは連合王国議会の場合と同様に、 自動的に与えられる。1707年により、前のスコットランド王国により議決された制定法は、スコットランドにおいて、なお法的効力を有しているが、廃止されていない制定法の数は、限定的である。例としては、金山及び銀山は、女王の財産とする1424年王領鉱山法や、今日でも、なお財産法の事件では依拠される1449年賃。 対赦法がある。欧州議会と欧州連合理事会もまた、欧州連合の機能に関する条約に基づいて、指定された事項の範囲において、スコットランドに対して直接的効力を有する、制定法を定める権能を有している。また、前回総のスコットランドの裁判所は、EU 法を執行しなければならない。欧州連合司法裁判所のみが、欧州議会及び欧州連合理事会による、 制定法の管轄権について法的審査を行う権限を有する。欧州連合の制定法が無効とされるのは、それが欧州基本条約もしくはその精神に違反する場合か権限優越の場合か、または制定のための適式な手続きが取られていない場合である。スコットランド法の一部を形成する制定法を民法典と混同してはならない。法を 包括的に衝実する試み話されていないのである。制定法は数多くの方言の一つでしかない。コモンローはスコットランドにおける重要な方言であり、特に刑法では多くの判例が発展しており、多くの犯罪は法典化されていない。スコットランドにおけるコモンローの源は、スコットランドの裁判所の判決と、連合王国最高裁判所の一部の判決である。 民事について最高裁判所の判決がスコットランドの裁判所を拘束する程度については議論がある。特に当該判決が他の法域からもたらされた事件に関する場合がそうであるがスコットランドからの上訴に対する最高裁判所の判決については拘束力のある先例であるとされている。刑事事件については最上級審裁判所は 刑事上級裁判所であり、従って、スコットランドにおける刑法に関するコモンローは、ほとんど、スコットランドのみにおいて発展してきた。欧州人権裁判所及び、欧州連合司法裁判所もまた、欧州人権条約及び、e、EU 法のそれぞれの解釈において、コモンローに寄与する。スコットランドのコモンローは、歴史的起源をことにするイングランドのコモンローと、混同されてはならない。 スコットランドのコモンローの歴史的起源は、この領域に居住していた異なる諸文化の慣習法であり、これがスコットランド王によって封建的概念と共に混合され、独自のコモンローを形成したのである。イングランドで学んだ裁判官による連合王国最高裁判所の判決を通じたスコットランドのコモンローへの影響は時として相当程度のものであり、 特に実理的理由から、連合王国全体について適合性が求められる、法分野についてはそうである。この結果、スコットランドのコモンローの歪んだ解釈を伴う判決がなされており、例えば、スミス対スコットランド銀行がそうである。ステア施釈、サー・ジェームズ・ダルリンプル、体系的、権威的著者と呼ばれる、学術著述家によるいくつもの著作が、少なくとも19世紀以降は、 スコットランドにおける正式な方言とされている。具体的にどの著者と著作が該当するのかや、これに追加があり得るのかは、一つの論点である。一般的に、権威的体系書として受け入れられているものを以下に列挙する。解説者によっては、以下の著作を含むと考える者も,もいる。体系的、権威的著者の権威の認定は、 先例拘束性の19世紀における重要性と共に徐々に発展してきた。これらの著作の権威の程度は明確ではない。エディンバラ大学教授サー・トーマス・スミスの見解によれば、体系的、権威的著者の権威は民事上級裁判所内員のいずれかの部の判決の、それとおおむね同程度である。体系的、権威的著者であるジョニア,アースキン・オブ・カーノックは、法的監修を ザットウィッチ、ウィズアウトエニーエクスプレスインアクトメントバイザスプリーム、パワー、ディライブスフォースフロムウィッツタセットコンセント、ウィッチコンセントイズプリズムドフロムザインベターとはオア、イマモリエルユーセージオブザコミュニティと説明する。スコットランドにおける法的慣習は今日においては、ほとんど歴史的な役割を果たすに過ぎない。制定法や19世紀の体系的、 権威的著者の権威の発展によって徐々に侵食されてきたためである。スコットランドにおいて、なお存続する例としては、オークニー及びシェトランドにおけるウダルポーの影響がある。しかしながら、その重要性はほぼ歴史的なものであり、監修法を引用した最後の判決は1890年のものである。エディンバラにあるスコットランド議会は、スコットランドのために立法を行う権能を、 異常されている。スコットランド政府は首席大臣を長としており、その責務は政策の立案とスコットランド議会の議決した法律の実施である。スコットランド議会がその議員の中から指名した1名が女王により首席大臣に任命される。首席大臣を補佐するのがそれぞれの担当と権限を有する様々な閣内大臣であり、彼らは議会の承認を得て、 首席大臣により任命される。スコットランドの閣外大臣は同様に閣内大臣の職務を補佐するために任命される。スコットランド法務官、すなわち法務長官及び法務次官は議会の議員でない者からも任命することができるが議会の承認は要する。首席大臣、閣内大臣及びスコットランド法務官はスコットランド政府の構成員である。 彼らを総称してスコットランド諸大臣という。スコットランド政府はスコットランドの法体系について執行面で責任を負っており、その機能は司法大臣によって行使される。司法大臣が政治的に責任を負う分野は、警察活動、法執行、スコットランドの裁判所、スコットランド刑務所長、消防、災害及び民事司法である。 スコットランド法の多くの分野は、連合王国議会から異常を受けた事項について、スコットランド議会によって立法されている。スコットランド議会が管轄権を有するスコットランド法の分野としては、とりわけ、保健、教育、刑事司法、地方自治、環境及び民事司法がある。しかしながら、一定の権能は、ウェストミンスターに留保されており、例えば、防衛、 国際関係、財政、経済政策、薬物法、及び放送がそうである。スコットランド議会もまた、限定された増税する権能を有している。連合王国議会は、スコットランドのための立法を行う完全な権能を有しているが、スウール関連により、異常事項については、スコットランド議会の合意なく、立法を行うことはない。 刑事裁判所刑事上級裁判所重大性の低い。犯罪は略式手続きに付されるが、これを取り行うのは治安判事裁判所である。通常の治安判事が貸し売る刑罰の上限は60日間の公金または2500ポンド以下の罰金である。州裁判所は各地域の刑事裁判所で略式手続き及び正式手続きの事件を取り扱う。 事件を審理するのは、州裁判所判事か州裁判所判事と陪審である。州裁判所が貸し売る刑罰の上限は、州裁判所判事のみによる審理の場合は、12ヶ月の公金、または1万ポンド以下の罰金である。州裁判所判事と陪審により審理される事件となると、5年間の公金、または無制限の罰金となる。 より重大な犯罪及び州裁判所からの上訴について審理を行うのは刑事上級裁判所である。刑事事件については刑法の点に関して連合王国最高裁判所に対して上訴することはできない。被告人によって欧州人権条約または EU 法への違反が主張される事件については主張される違反について裁判を行うため、 連合王国最高裁判所に付託されまたは上訴することができる。これらの事件においては、連合王国最高裁判所は2009年以降に、貴族院と数密院の司法機能を引き継いだ最上級の民事裁判所としての貴族院の継承者である。刑事事件からの連合王国最高裁判所への上訴については、被告人の民法上の権利が取り扱われる。 もっとも、1998年人権法により、求められる公正なトライアルを受ける権利の侵害ということになれば、上訴が認められれば、先行する刑事トライアルを無効とすることも可能である。注意すべき点として、裸の最高裁判所という言葉は、しばしば民事上級裁判所及び、または刑事上訴院を指すことがある。 エディンバラのパーラメントスクウェアにある裁判所の入り口で標識に示されている場合などがそうである。民事裁判所、州裁判所は、さらに各地域の民事裁判所でもあり、多くの事件を取り扱うが、特に複雑、または、高額な事件は除かれる。州裁判所の判決に対する上訴は、上席州裁判所判事、続いて民事上訴裁判所内院 そして最後に連合王国最高裁判所に対してなされる。複雑、または高額な事件は第一審については民事上訴裁判所外院により審理されうる。外院の判決に対する上訴は民事上訴裁判所内院続いて連合王国最高裁判所に対してなされる。スコットランドの裁判所は EU 法に関連する事件については、欧州連合司法裁判所に対して、先決判決の付託を行うことができる特別裁判所このほか、特別な種類の紛争を審理するために創設された、数多くの特別な裁判所及び審判所が存在する。例えば、少年審理手続き、スコットランド土地審判所、スコットランド土地裁判所及び理論裁判所がある。 雇用上訴審判所のような法域横断的な審判所も存在する。スコットランドの法送は2つに対別される。法廷弁護士と事務弁護士である。法廷弁護士はイングランドの法廷弁護士に相当し、その所属する法廷弁護士会によって、下級法廷弁護士と上級法廷弁護士が区別されており、後者は直線法廷弁護士に指定される。 法廷弁護士の職務は、ほぼ排他的な法廷弁論権を伴う、スコットランドの裁判所及び審判所に対する事件の提起と法律意見の表明である。法廷弁護士は、通常、依頼者からは事務弁護士を通じて、間接的に指図を受けるが、多くの状況において、一定の専門家団体の会員から直接に指図を受けることもできる。事務弁護士は、 スコットランド事務弁護士会の会員であり、あらゆる種類の法律事務について依頼者を直接に相手とする。多くの場合に事務弁護士は、その依頼者の事件を裁判所に提起するところ、事務弁護士は伝統的には上級裁判所において出廷権を有しなかったが、1992年からは申請によりその権利を拡大して、 法廷弁論権付事務弁護士となることが可能となった。事務弁護士はまた交渉人となる機会も有している。スコットランドの交渉人は大陸諸国の交渉人とは異なり別の職業団体の会員というわけではない。多くの事務弁護士は交渉人となるが交渉人は事務弁護士でなければならず独立して業務を行うことはできない。スコットランド法は 対別すると、司法と広報に分かれる。司法はを、さらに分類すると、人事法、再建法、財産法、訴権法及び国際司法がある。広報の主要な分野は、憲法、行政法及び手続法である。ありがとうございます。